マルベル堂プロマイド店マルベル堂は株式会社マルベルが経営する日本で唯一のプロマイド販売店。昭和の映画俳優、女優や歌手、アイドルを中心にマルベル堂専属カメラマンが撮影しプロマイドを出版したスターの数は約2800名。保有するネガは8万5000パンを超える。洋食店を営んでいたサンツサワミノルシロが 経営不振の洋食店の売り上げを少しでも上げようと自分のコレクションであった外国映画のスチールや俳優の写真を販売していた。1921年自身の誕生日である5月5日にマルベルドを開業し映画スターの写真プロマイドの販売を始めた。プロマイド第1号のスターは小竹蒲田の人気女優クリシマスミコ。1923年には 卸部を開設、販路を拡大したが、同年に発生した関東大震災で被災。復興後、映画スター100名を網羅した人気俳優番付を年2回発行。年間発行部数は20万部に上った。映画産業の発展とともに、プロマイド愛好者は増え続け、マルベルドーも会長に業績を伸ばした。撮影スタジオや制作工場など設備を整え、撮影。 製造、販売までを体系化して、プロマイド出版を確立。第二次世界大戦下においては、当局から出版中止を勧告されたが、プロマイドの存在意義を主張し、戦線証拠の疑問用として、出版を認められた。しかし、1945年3月10日、東京大空襲で、ほとんどの店舗、施設が消失。三つ実は、 長野県松本市に、戦時疎開したが、終戦すると、マルベル堂の再起を発表。戦災で失われた、事業回復に邁進した。戦後、長谷川和夫や大川橋蔵、鶴田浩二、石原雄二郎などの映画スターや、三空ひばり、船木和夫ら歌手、ザ・スパイダース、オックス、ザ・ゴールデンカップス、ザ・タイガースなど、グループサウンズ、そして岡崎ゆきや南さおり、 新語参加といったアイドルへとプロマイドの撮影は変遷。マルベル堂でプロマイドを撮影し、販売することがステータスとされ、多くのスターが浅草のマルベル堂スタジオを訪れて撮影し、その売り上げランキングは人気のバロメーターになっていた。1973年頃からカラーフィルムでのプロマイド撮影を開始。カラーテレビの一般家庭への普及により、アイドル黄金時代を迎え、 プロマイドも全盛時代を迎える。1980年代後半より音楽番組が激減し、アイドルブームが衰退。またデジタルネットワークが急速に浸透し、写真をコレクションする時代は終焉。プロマイドの需要は減少した。2000年代になると昭和レトロがブームになり、昭和の文化の象徴の一つとして、昭和を知らない世代にも、 マルベル堂のプロマイドが注目を浴びることとなる。スターをマルベル堂専属カメラマンが撮影し、マルベル堂で製造、出版された写真。因ガ子そのものを指すプロマイドから、マルベル堂ではプロマイドと故障。8 9トル1 4トルのオリジナルサイズで1枚ずつプロマイドマーベルのインジリビニールに入った状態で販売されている。 プロマイドの引き伸ばしやパネル加工の受注のほか、1970から1980年代のアイドルのプロマイドを使用したマルベル堂のプロマイドトランプ、昭和歌謡の歌手45名のプロマイドを使用した昭和スターカルタ、ミソラヒバリのプロマイドを使用したミソラヒバリカルタを販売している。ラミネートカードや下敷き、ジグソーパズルなど1980から1990年代の アイドルグッズ、洋画や海外スターの写真、ポストカード、海外キャラクターのトレーディングカードなど、マルベル堂の撮影スタジオにて、現在もプロマイド撮影や記念撮影を行っている。2014年から一般向けに、マルベル 80S という1980年代風の撮影プランがスタート。スタジオにあるレトロな衣装や小物を使って、1980年代の アイドルになりきって撮影ができる。アップ、顔はまっすぐ、カメラ目線が、プロマイド3原則。方に、人差し指を軽くつける、軽く握って、方に添える、両手を、顎の下で鼻のように開くといったように、手を使ったポーズのパターンは、マルベルポーズとして、プロマイド撮影の定番となっている。マルベル堂の専属カメラマンが代々、プロマイドを撮影している。 1973年、マルベル堂に入社。天地真理、西条秀樹を皮切りにキャンディーズ、ピンクレディー、沢田健治、ホーリーブスなどの70年代アイドルや、松田聖子、中森明菜、近藤正彦、田原俊彦、野村芳雄、川崎真代などの80年代アイドルなど、多くの昭和アイドルを撮影。2014年、前立腺がんのため営民。 死の2ヶ月前までシャッターを押した。協定好きでも知られ、伝説のカメラマンとして今なお愛されている。中村隆の志と撮影技術を引き継ぎ、マルベル堂を店長兼6代目カメラマンとして、プロマイド撮影を行う。2014年に、マルベル 80S を立ち上げ、若い世代を中心に幅広い層を笑顔にする、撮影を続けている。また、撮影イベントや昭和、 プロマイドに関するイベントも数多く開催。現在、神保町昭和歌謡クラブ、マルベル放送局にレギュラー出演中。初代社長サンツサはミノルシロウの兄が営んでいた、サンツサはヒロ食器の製品である、お皿に、当時流行っていた、ベルマークの銘が入っていたことに由来する。二代目社長サンツサはマサハルが、アンカレッジ空港で販売されていた、フレッシュエアーの缶詰にヒントを得。 東京土産、汚れた空気の缶詰を販売。テレビ、ラジオで評判となりその後、中法富士の空気の缶詰を販売した。ありがとうございます。